はい、お願いします。ということで今回はですね、鉄棒の逆上がりということで、うちの教室でもですね、逆上がりができないので来ましたっていう子供たちが多いですね。まあこの逆上がりというのは一つの鬼門で、できるできないでものすごく自信が持てるのか、落ち込んでしまうのかっていうのに分かれる技ということになるんでね。基本的に逆上がりはね、みんなできます。ただ、できちゃう子は勝手にできちゃうんですね。で、できない子は、教えてもらわないとできない。その教え方をちゃんと教えれる人が世の中にいるかっていうと少ないです。それはなぜかというと、自分でやっちゃったらできちゃったっていう人が多いからなんですね。できる人だから、できない人の気持ちがあまりわからないんです。なので、どうやって逆上がりができてるのかっていうことをですね、理解していただくと逆上がりはできますし、教えることもできるということなんで、今日は逆上がりのやり方ポイントとですね、教え方、補助の仕方をですね、徹底的にやりたいと思います。それではまず、これが逆上がりです。見てくださいね。足を開いて、これが逆上がりです。これ必ず上がったらですね、このツバメの形ね、しっかり肘を伸ばして、足を伸ばして、この前を見てツバメの形になるのがポイントです。こっからわーって落ちちゃうとね、逆上がりの次に何か技をいくっていうことがですね、できなくなってしまうので、逆上がりをしたらしっかりとツバメで止まる。これで完成ということでね、皆さん頑張ってほしいと思います。鉄棒の基本からいきますけども、鉄棒はですね、順手と逆手って2つあります、持ち方が。で、この順手で持ってほしいんですね。これは何かと言いますと、逆上がりをしてから次にね、他の技、前回りだったりね、後ろ回りだったり、こういう技をやるときにですね、順手でないと、逆手だと上がったらですね、もうそれ以外何もできないんですね。そしてこの順手なんですけども、すごいポイントがありまして、この親指です。親指は必ずこの下ですね。上から持って、親指は必ず下です。こう上に親指があるとですね、上がった時にズゴンってこういう可能性あります。ですから必ず親指は下でね、必ずこう握ってください。逆上がりのやり方に入りますね。まず準備が大事なんですけども、足は前後に開きます。手はですね、広くても狭くてもダメなんで、肩幅、体がちょうど入るぐらいの幅なんですね。肩幅で持ちます。そしてお腹は鉄棒の近くです。行くぞって言ってこうやって遠くから行こうとする人いるんですけどね、これはなかなかできません。実はこの逆上がりっていうのは回転です。後ろに回る回転が必要なんで、こっから勢いをつけようとすると前に行っちゃうんですね。こういう人よく言いますね。蹴り方なんですけども、蹴るときは後ろの足から蹴って、後ろ前っていうふうに、これ1、2です。後ろが1、前が2です。で蹴ります。そして目線はね、やっぱり鉄棒の近くを見てください。この辺、これが鉄棒から離れるとどうなるかっていうと、ここから首がこう下に落ちる人いますね。こうなってはできないので、鉄棒の近くを見とく、見といて1、2で足を蹴って、一番重要なのはですね、この肘です。肘、これが実はやった時に、逆上がりした時に伸びる人、これは実は全くできない。これは僕、池谷幸雄オリンピック2回出てます、銀メダルまで取ってますけども、その池谷幸雄でしてもですね、この逆上がり肘伸ばしたら絶対できません。なので肘を伸ばさないっていうことなんですね。伸ばさないっていうことはどういうことかっていうと、引っ張る力、この力を存分に使って、体が鉄棒から離れないようにして、後ろの足から1、2と蹴るんですね。1、2、自分の体をギュッと引きつけられる、鉄棒に近づけられる、それを維持できる力があると絶対に逆上がりはできます。この上から持った後にですね、手をですね、ブルンってこっちに回してあげる、下に回してあげることが大事なんですね。これなぜかと言いますと、実は体をこっちに回ろうとしてるんですけども、よくできない人は回るのはこっちなのに、手はですね、落ちたくないんで、よく言いますね、ここからうっかーこうやる人、手がこっちに回ってたら体は絶対こっちに回らないんで、逆上がりはできません。足はだからですね、こう後ろじゃなくてちょっと前ですね。結構前にしろって言うと、片足だけ、前足だけこうする人がいるんですけど、そうじゃなくて、後ろ足からちょっと前目に、後ろ足からちょっと前目にします。で、蹴る方向なんですけども、
前じゃなくて上じゃなくて後ろです、こっち側です。だから気持ちとしてはここから後ろ足で自分の頭がサッカーボールだと思ってここから蹴る、サッカーボールがここにあると思ってですね、こうやって蹴るっていうのが大事です。この蹴る方向と最後に上がった時にこっからせっかく登れたのにうーっていうこう上がれない人が結構いるんですね。これは手がですねこのまま止まってるんで手をグルンと返してあげるですね。手首をブルンと返してお腹を近くにしてキックの方向と目線は鉄棒でしっかりと肘を曲げておく、これで逆上がりができるんですね。ということなんで、まあ失敗するポイントとしては肘が伸びる、顎が上がる、あと蹴る方向が前とか上、ポイント的にはこのぐらいです。これのどこかができてないんで逆上がりができないっていう形になってると思います。ですのでこのどこのポイントができてないかっていうのを子供たちね見てあげて、お父さんお母さん見てあげて、あ肘が伸びてるなとか蹴る方向が違うなとか蹴り方が弱いなとか、そういうことがほとんどなんで、それを見極めてあげてそこのポイントを徹底的に教えてあげると逆上がりはできるようになります。必ずなりますんで、ぜひ頑張って練習をしてください。まずですね、ちっちゃい子がですね練習するときにこの鉄棒の高さというのがものすごく重要です。逆上がりをやるとき近づいたときにお腹より離れていくとどんどん難しくなります。お腹に近い、できるだけ近い鉄棒を探してください。準備、先ほど言いました手をブルン返します。あ立つ位置、足を前後にするんですけども、ちょっと前気味に、鉄棒よりちょっとこっち側ね、後ろ側に立つとやりにくいですね。だって方向がですねこっから蹴るとこっちに行っちゃうね、こっちから蹴るから後ろに行けるっていうことです。教え方としては肘をしっかり脇をこう締める形でここ力入れるようにね、ここを意識してあげる。はい、キックキック、せーの、キックキックですね、こうですね。はい、このキックの方向を示してあげるときにここに手を置いてあげる。この手にキック、自分の足を、この足をキックするように蹴ってください。はい、鉄棒見て、鉄棒見て、そうですね。目標物をつけてあげて、そこに対して後ろの足からですね、後ろの足からキック、はい、後ろの足からキックキックっていう感じです。こうなって上に上がれない子はですね、この手首はこのままなんですね。だからこうやってやってあげると全然意味がないので、自分で起こすときに手首だけをこうやって返してあげる、ね、手首をこうやって返してあげて、はい、じゃあ自分で起きてみろ、起きて起きて起きてっていう形で自分で起こさせてあげる、ね、この手首だけを補助してあげるっていう形でやってみてください。ここから肘がすぐ伸びちゃう人は初めね、感覚を覚えさすっていう意味でちょっと腰を持って助けてあげる。あと蹴る力が弱い人もいますから、この手、前足を持ってですね、後ろ足を蹴った後に前足をしっかりとこう回してあげて補助してあげる。はい、いきますよ、ゆっくりやってください。グッ、そうですね、回った時にこの体が離れないように手で押さえてあげる。それと後ろ前足をここからギュンとこう回してあげるですね。これで体を鉄棒に乗るように補助してあげると、一応自分じゃなくても補助で逆上がりはできるようになります。ですからあとはこの部分部分の肘を曲げる力ですね、でこの蹴る力をトレーニングでつけていくっていう形になります。さあこれですね、トレーニングをする、まあ、力をつけていく、あと感覚を覚えていくっていう練習の仕方をどんどんやっていきたいと思います。足抜き回りですね。はい、じゃあまずは足を使ってしっかり蹴って、はい、足抜き回りしてください。よいしょよいしょ、鉄棒に足かけていいよ。はい、でここからここから、はい、抜きます。これは足抜き回りですね。こう回る感覚をつけるっていうのが一つあるんで、ちっちゃい子はですね、鉄棒のやり始めはまずこの足抜き回りを練習する。この足抜き回りが上手にできるようになったら、今度はもっと上手にできるように足をここにかけないで、体も足も全部曲げて丸まって回る。向かい、じゃあ回って、はい、ここからギューッと丸まって回ります。はい、丸まってね、これ足の力使ってないのでお腹の力で腹筋で体を丸めて回ってます。はい、ここからですね、先ほどはもうお尻がつく状態だったんですけど、今度はお尻はつかない状態でぶら下がった真下の状態から、じゃあ膝を曲げて、はい、ギューッと練習します。はい、足つけて、足つけて、一回つけて、はい、そのままゆっくり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 ギューッと回ってくる。
そうですね。だから足を蹴る力を使わないでやることによってお腹の力を使って、はい、もう一回ギューッと持ってきてお腹の力で降りる。でこっちも蹴るを前に蹴るんではなくて、お腹の力でここ、はいどうぞ、お腹の力を使って体を丸めてやることによって腹筋の力ね、回る力っていうのがつくようになるんで、この足浮き回り非常に重要なんで、頑張って練習してみてください。今度はですね、今度一番高い鉄棒、足がつかないやつですね。足がつかない状態でこっからも足抜き前の練習できますよ。いどん、肘は伸ばしたまま膝曲げて、膝曲げて、はい、このままギューって回る回る、はい、回る、さっきと一緒、はい、なぜ下まで行って、はい、そこは戻る、こういうことですね。こういう形でですね、もう足がつかない状態からやるっていうのが一番究極の、まあ、難しい足抜き回りですから、最終的にはここまでできるようにね、頑張ってみてください。ここまでできるようになると相当お腹の力ね、しっかりとついてきてますから、そうすると逆上がりもやりやすくなります。逆上がりというのはですね、引っ張る力がいると言いましたけども、実はですね、こうやってぶら下がった状態から懸垂ギュッと、これができる人は逆上がり実はできるんですね。この懸垂が一回できたらですね、必ず逆上がりできます。でここからギューッと、この懸垂、この懸垂ができるようにグッ、このトレーニングね、この懸垂をできるようにトレーニングをしていく。本当はこのぶら下がってがいいんですけども、ぶら下がってできない人はね、今からやる斜め懸垂っていうのをですね、ぜひ練習してみてください。それではですね、懸垂の練習、実はですね、懸垂というのはぶら下がってやるのが一番大変なんですけども、それがなかなかできないというね、子供たちにはですね、ぜひこの斜め懸垂っていうのをですね、やらせてあげてくださいね。鉄棒にぶら下がるんですけども、ちょっと体を斜めにします。でこれお腹が曲がらないように、こうやってね、お腹が曲げて、こうやってこう曲がったりね、お腹が曲がったりこう反らない、こうならないようにまっすぐ、まっすぐのまんま顎をここに頑張って、肘を曲げてつけます。よいどん、はい、こうやってギュッ、はい、もう一回下ろして、はい、ギュッ、でこれですね、これ斜め懸垂、だんだんですね、できるようになってきたらどん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 前に出すんですね、体を前に出す、はい、よいどん、これの方が大変になってくるんですね。だから初めできない人はですね、もっと足を近くについて、これすごい簡単ですね。体マックス伸ばして伸ばして、そう、はい、いいよ、もう一回伸ばして、はい、ギュッ、これですね、これは足が鉄棒に近ければ近いほど楽だっていうことなんですね、簡単だっていうことなんですね。でこれをこれでできるようになってきたら、今度また足をどんどん前にね、ずらしてやる、こういうトレーニングをしてると、こう引っ張る力っていうのがついてくるので、この引っ張る力をね、この斜め懸垂でぜひつけてもらって、逆上がりをチャレンジしてもらえればと思います。さあ今度はですね、鉄棒を使わないで、トレーニングの仕方っていうのをですね、やっていきたいと思います。これはお腹の力を鍛えるというですね、だるまさんです。だるまさんゴローンってこう転がってですね、また元に戻るんですね。そういう形になるんで、だるまさんって言います。ではいきますよ、いどん、コローンと回ってギュッとお尻を上げるね。その時にお腹の力をしっかり使う、手が離れないようにね、この足を持って、はい、もう一回コローンって回って、そこからこの時ね、ポイントはですね、顎ですね、顎を上げてやると上がりません。顎を上げてやってみ、一回よいどん、はい、顎を上げてみ、顎を上げて、顎を上げるとですね、実は上がれないんですね。で顎をしっかりグッと締めてね、体につけて、もう一回ね、顎を締めてやることによってギュッてお尻が上がってくるということですね。この時にお腹が緩んだりすると体が開いてね、上がれない。あとはね、足しっかりここ持つことでだいぶ楽になりますから、足をちゃんと掴んだまんましっかり回る、はい、ここからグンですね、もうしっかりと勢いをつけてこう起きてくるっていうことですね。必ずね、手をついてお尻が上がらないようにですね、これがだるまさんです。さあ今度はですね、今回る力とかもやってるんですけども、蹴る力をつけるトレーニングの仕方を教えたいと思います。はい、じゃあ後ろに手をついてください。手をついた時ですね、この指がですね、自分の方を向くようにね、手をついてほしいんですね。こうやってね、向いて外を向いてしまうと肘がこう入る可能性があったりもするんで、そしてお尻を上げてください。お尻を上げて、で自分が蹴る方向ですね、足が後ろ、足が右だったら右足からね、逆上がりの蹴るね、一番初めに蹴る方向、後ろ足の足から蹴ります。はい、よいどん、一輪で必ず上の方にね、ここに目標物があると思って蹴っていく、よいどん、
絶対後ろとか前ではなくて必ず上です。それともう一つポイントは1個目だけ上がって2個目が上がらない人が多い。はい、よいの。だから1、2で1は足に手についても2が手につかない人が多いので、1も2も手につくより、はい、よいの。はい、1、2、そうです。はい、もう一回1、2、はい、そうですね。こうやってやるね、練習があります。これ亀キックって言いまして、この形をですね、僕らあの亀って呼んでます。亀、亀さんの亀ですね。で、亀でキックをするんで、亀キック。ね、この亀キックで、1、2っていう蹴り力をつけていくことによって、逆上がりがやりやすくなる。これを10回とか15回とか20回とかですね、鉄棒待ってる間にやったりとかしてですね、それでトレーニングをして、逆上がりの練習をうちのクラブではやってます。それでは今度はですね、鉄棒がなくてもできるですね、お父さんお母さん大人の人と子供が、2人1組になってやれる練習を教えたいと思います。これ足抜き回りですね。鉄棒でいう足抜き回りを大人の腕を使ってやっていきます。はい、じゃあ腕を伸ばしてまずね、そう、もっと下に膝曲げて、そうですね、はい、ここから上がっていきます。はい、ね、大人の足を使ってよいしょよいしょで体勢をつく。はい、じゃあキックして、はい、そして戻る。このぶら下がらないとダメですからね。肘は伸ばして、はい、そこからよいしょ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 、はい、はい、キック、はい、戻る。で、こういう形ですね。で、大人の人は、はい、ぶら下がって、はい、この時上がってください。はい、上がってね、これ上がってその次蹴った時にギュッちょっと引っ張ってあげるね。そうすると戻りやすい。大人の人の体を使ってしっかりと練習ができますんで、これはもう鉄棒なくてもね、お家でもできますんで、こういうことをやって、逆上がりの成功に近づいてください。親子やですね、大人の人と子供が、一緒にできるですね、練習、鉄棒がなくてもできる練習、これタオルを使います。タオルを使ってタオルを鉄棒のようにね、作ります。で、持ってください。で、足はですね、前後にこう逆上がりをやる形ですね、作ります。はい、そこから大人が引っ張ってあげて、子供はその自分の方にタオルを寄せて引っ張ってください。せーの、ふい、そうです、もともと、せーの、ふい、ギュッ、そうそうそう、ふい、ギュッ、そうですね、ギュッ、はい、引っ張って、ギュッ、これね、あんまりずっ引っ張って、これ全然動かないほど力入れたらダメなんですけども、徐々に力が、はい、どうぞ、ギューッと入るような形ぐらいの力の入れ具合で、はい、ギューッ、そう、引っ張っていく。はい、もう一回、ギューッ。その時、子供たちはですね、こう引き開かないようにしてあげて、脇をできるだけね、閉じてね、こう狭くして、体の近くには肘が来るようにしてもらって、はい、そこからよいの、ギューッと引っ張って、これで、鉄棒をですね、引きつける力をトレーニングできます。今度はですね、このタオルを使ってですね、逆上がりの感覚練習というのができますんで、全然上がれない子でもですね、この逆上がりをタオルで体験できるっていうことをやってみたいと思います。まずですね、近くにね、鉄棒の近くに立ちます。で、このタオルをですね、腰のあたりからこう持ってきてあげます。そしてこのタオルをですね、鉄棒と一緒にタオルを掴むんですね。はい、手を突き上げてこうですね、はい、持ちやすいようにちょっとギュッと、で、体がこう離れないようにですね、体と鉄棒がひっつくようにね、このタオルで、補助します。そしてこれでしっかりとやると、この手もですね、このタオルの滑りでですね、くるっと返るんで、何にも知らなくても足チョキです。はい、ここから足をキックキックするだけで、よいどん、キックキックって言うだけでですね、実は逆上がりできない子でも逆上がりの体験ができるってですね、素晴らしい練習器具なんですね。腕が伸びちゃう子っていうのは特にそうなんですけども、これで腕のね、引っ張る力を助けてるんで、このタオルで。そして回る回転もですね、体が離れないのでちゃんと後ろに回るんですね。キックしたら必ず後ろに行ってくれるんで、前には絶対行かないので、だからこのタオルで引きつけたまんまキックをする、はい、と簡単に登れるということになります。このタオルを使って練習をして、この回るっていう感覚練習ですね、この回るっていう感覚練習と、あとお腹と鉄棒が離れないとこんだけ簡単に回れるんだね、そういう感覚練習をこれでしてもらいながら、トレーニングをどんどんやっていってもらって、逆上がりを完成させる。さあ、今度はですね、この壁を作って、鉄棒の前に壁を作って逆上がりの練習をしていますね。これは蹴る力を助けてますね。ですから肘はしっかりと曲げて、手はブルンと返して肘を曲げる、ここは一緒です。ただ蹴る力を楽にしてもらうために、これを階段を上がっていくように上がっていってもらいます。どうぞ、
はい、ぴょんぴょんぴょんで上の方まで行ったらキック、はい、キック、そしてツバメ、ね、で必ず乗ったら自分の力で体を起こしてあげる。ここからはい上がってって、はい登る、キックで、ここでこうやって止まったとしてもちゃんとここをこう返してあげて、この自分の力でツバメまで持っていく。上半身を手で補助してあげてあげていると力がつかないので、なるべく自分の力で補助なしでトレーニングをするっていうことをやってほしいと思います。ということで、逆上がり徹底的にやりました。これですね、部分部分を全部ちゃんとできてると、それをつなげれば絶対逆上がりに成功するんですね。その部分部分のどこかができてないだけなんで、その箇所をですね徹底的にやる。肘が伸びてしまうんだったらもう懸垂ですね、懸垂のねトレーニングをいっぱいやる。で 蹴る力が弱かったら紙キックをいっぱいやる、ね、そういう部分部分弱いところをですねしっかりやることによって、逆上がり完成しますんで、みんな頑張ってください。はい、ということで、チャンネル登録、そしてグッドボタンね、よろしくお願いいたします。そして、質問またはですねご意見ご感想ありましたらですね、コメント欄にじゃんじゃん書いていただきたいと思います。それでは一生懸命頑張って逆上がり成功させてください。またね、バイバイ。